金久保優斗は東京ヤクルトスワローズに所属する千葉県八千代市出身のプロ野球選手、宇藤左だ。八千代大小学校では1年生から北東タイガースで野球を始める。八千代市立八千代大西中学校時代は桜リトルシニアに所属。部活は卓球部に所属していた。3年夏に AS として全国大会とジャイアンツカップで優勝した。 東海大学附属市原防養高校に進学後、1年秋からベンチ入り。2年夏は桜シニア時代からの1学年先輩である、島高明との2枚看板で活躍。2回戦の芝浦港大柏高校戦では5回、参考ながらノーヒットノーランを記録した。しかし、準々決勝で、木更津総合高校の早川隆久と投げ合い、7回途中。 1失点と高騰するも0から1で敗れた。新チームになった秋からエースで4番として活躍。秋の千葉県大会を制し、関東大会では準優勝。第89回選抜高等学校野球大会では、初戦で滋賀学園高校と対戦。延長13回までに失点に抑えたが、14回に4失点を喫し、218球を投げ抜くも敗れた。 三年の夏は、千葉県大会で準決勝で、木更津総合高校と対戦し、山下明との投げ合いに敗れた。2017年ドラフト会議で、東京ヤクルトスワローズに五巡目で指名され、契約金2700万円、年俸500万円で入団。背番号は48。2018年5月20日にイースタンリーグでの東北楽天ゴールデンイーグルス戦で二軍初登板したが、 5月23日の栃木ゴールデンブレーブスとの練習試合で右肘を痛め、トミー・ジョン手術を受けた。2軍でも1試合の当板にとどまった。2019年も1軍当板はなかった。2020年は10月22日の読売ジャイアンツ戦でプロ初当板を果たし、10月29日の広島東洋カープ戦では、プロ初先発して5回を無失点に抑えるなど、3試合に、 登板し、経験を積んだ。2021年は、4月4日の読売ジャイアンツ戦で、同年初登板し、5回無失点の高騰を見せるも、勝ち投手とはならなかった。4月14日の横浜 DNA ベイスターズ、戦では5回に3を3失点に抑え、プロ初勝利を記録した。ストレートの最速は、時速152キロメートル。変化球は、 スライダーの評価が高く、その他にはフォークとチェンジアップを投じる。バッティングも良く、高校時代は本塁打も記録している。ありがとうございます。